はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はちょっと細かい書き込むアートになります。ぜひ最後まで見ていただけますととっても嬉しいです。それではどうぞ。はい、ではまず 95A、これはね、ベージュかな、オフホワイト、ベージュじゃなくてオフホワイトのアート用のカラーになります。はい、で筆はこちらを使います。で、リッカジェルの 95A はアート用だけど、こういうワンカラーとかにも一応使えるカラーです。ただ、顔料が多いので、厚塗りすると硬化不良が起こる可能性があるので、厚塗りしないように塗っていってください。はい、じゃあこれで硬化します。はい、じゃあ2度塗りをしていきます。はい、硬化します。はい、続いてはこちらです。 103A、 これは焦げ茶の、こちらもアート用のカラーになります。で、筆は持ち替えます。アート用です。じゃあまず上下に目印程度に横棒を引いていきます。これは薄くててかすれてても特に問題ないです。これはね、印みたいな、目印というか、まあ幅のサイズを確認するために下書きって感じで書いてます。そしたら今度は柄を書いていきます。こんな感じ。これね、ここでのポイントは手書き感を出してください。綺麗な線っていうよりかは、こう途切れてたり、こことかね、こういう途切れてるところをわざと作りながら書いていきます。
んな感じです。まずね、全部アウトラインを描きました。これで一回硬化していきます。はい、続いてはこの3色を使います。黄色とブルーとグリーン。はい、じゃあさっきアウトラインを描いて硬化したものに色をつけていきますよ。まずは黄色で色をつけていってます。でこのアウトラインの中を塗っていきます。でここでのポイントは、この塗りつぶした時に綺麗にムラがないように塗らなくても大丈夫です。わざとムラを残す感じで塗っていくと雰囲気出ますよ。はい、こんな感じですね。そうしましたら今度はグリーンを使っていきます。こんな感じです。じゃあ次はブルで、この青で最初に引いたこの横の線、これをなぞっていきます。こんな感じです。ではこれでまた硬化をしていきます。はい、続いてはオレンジです。はい、じゃあ先ほどのアートにちょっとだけ描いていきますよ。あとは黄色で描いたところにも少しだけオレンジ色をつけていきます。はい、こんな感じ。これでもう一回硬化していきます。はい、じゃあ最後また 103A の茶色です。これを少しだけ入れてきます。
こんな感じです。これで硬化します。はい、こんな感じで完成になりますので、これでトップを塗っていきます。はい、じゃあこれで硬化します。はい、完成になります。こんな感じ、なんか何セラミックっぽい感じをイメージしております。ワンポイントにこれだけでも可愛いですね。他の色はこのベースカラーとか、このアートに使ってるカラーのワンカラーとかにして、ワンポイントこのアートを入れてもいいと思います。こんな感じ、これなんかマットにしても可愛いかもですね。はい、では本日の動画は以上になります。今回ちょっと細かくて長かったかもしれないけど、最後まで見ていただいてありがとうございます。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、では次の動画でまた会いましょう。じゃあバイバイ。